皆さんこんにちは。今日もフィリピンパラワン島からお送りしています。今これ収録しているのが、2022年の3月の31日、3月最後の日ですけれど、公開されるのが、明日の朝4月1日ですよね。エイプリルフール、なんかねとんでもない嘘でもついてやろうかなと思ったんだけど、なかなかそう考えてると浮かばないですよね。で、今日ですね、朝、随分また朝からパオが激しく暴れてるけど、朝ね、今日昼飯何食うなんて言ってたら米がなかったんですね。もうマリア大変です、米がないって言ったら、今日じゃあ昼飯スパゲティでも食おうかって。昼飯はいいんだけど、米がないってことに関しての何だろう、あれは恐怖感かな。ダメって、買い物に行くって言ってね、昼飯前にね買い物に行くことになりましたけど、やっぱ米なんですよね。何がなくても米がたくさんあれば安心できるっていうのがフィリピン人なんですかね。あ、そういえば米って言えばね、この前海行った時、あのアンディと向かいのねジェイと話してて、主食の話になってね、まあ米って、フィリピン人よく米食うよねって、1日3食米だよねなんて言ってて、でね、日本はって言うから、いや日本人だってよく米食うよって、俺たちのこう主食だからって言ったら、なんでアジアの人間は米なんだろうなって言ってね、パンですとかね、そういうヌードル関係がねたくさんあるのに、なんでいつも米なんだって言うから、で彼らはね、パンですとかね芋なんですよね。でなんかね、米をバカにされたようでね、まあ冗談めかしてですけどね、お前ら芋や肉ばっかり食ってるからヘが臭いんだよなんてね言ってきて、じゃあ何って、日本人はフィリピン人にはヘが臭くないのかって言うから、いやうちはねいい米食べてるんだよって、ジャスミンライスっていうのを食べてるから、ヘしてもねジャスミンの香りがするんだよなんて言ってね、笑ってその場で終わって、で最後ここに帰ってきてね、あの J が車から降りる時に、本当にジャスミンライス食うとヘの匂いが良くなるのかって真顔で言うから、当たり前じゃんって、ジャスミンライス買ってきてみな、で多分ねそういうふうに言ったんで、彼んちねジャスミンライス買ってきてると思いますけど、まあね何でもいいんですけどね、美味しく食べられれば。で今日は、これからですね、もうちょっと今ねまだ朝の9時ぐらいなんですけど、この収録終わってちょっとね一休みしてから買い物に行ってきます。昼飯久々にマクドナルド行こうかななんて今考えてますけど、まあぐるっと回ってね買い物をしてきます。で私のね4月今日4月ですもんね、4月1日なんで、これからの予定なんですけど、4月はいつもと変わりなく過ごして、週末は力いっぱい遊んでっていうふうに過ごしますけれども、5月日本でいうねゴールデンウィーク明けぐらいから、まあ、5月ぐらいからね結構予定がたくさん詰まってます。であとね学校、うちの寺子屋なんですけれども、どうやらねあの寺子屋のエリアの小学校、公立の小学校から、小学校がね6月からどうやら対面授業を始めるということがほぼ決まってたようなんですね。で前から計画しているように、まあ、現地のね公立小学校の対面授業が始まったら1週間遅れてうちの寺子屋をね授業開始する予定でいます。で多分月曜日授業開始っていうふうに公立学校なると思うんで、その週末日曜日か、あるいはその翌日ね、ちょうど1週間遅れの月曜日に寺子屋はねやっと開けられると思います。去年のね4月に、まあ、できたって言ってね開校パーティーをして、それからすぐにいろんな学校がね対面授業できない、まあ、学校閉鎖みたいになったりして、今で約ちょうど1年待ってるわけで、1年2ヶ月待ってやっとね寺子屋授業開始できるかなと思って、今ものすごくワクワクしてますけれども、あの寺子屋を作る時にねあのご寄付いただいた方、見に来られるって方、6月の、授業がまあうまくいい、まあ、学校がね、始められて、
授業がちゃんとできるようになってちょっと軌道乗ってから6月の中旬以降に、もしその寺子屋見学にね来られるという方、もし予定してらっしゃる方いたら6月の中旬以降にねお越しください。5月はちょっと僕バタバタ忙しくって、パラワン島に来られてもね会うことができませんので、そうですね、学校見に行く方は6月の中旬以降に、お越しください。であとねオフ会のことなんかもねよく、ご質問のメールもまあ未だにいただいたりとか、ライブでもねそんな話出ますけれども、日本にね結構今回は長く滞在するんですけれども、なんやからいろいろねやっぱり用事が出てきて、歯医者行ったりとかね免許の更新したりとか、その他他に今ねちょっと日本で関わってる仕事っていうのにも打ち合わせに行ったりとかしなくてはいけなくて、皆さんに会えるのはねオフ会っていうことでちょっとご了承ください。個別にねどっかで会おうよとかそういうのはまた次回日本に行った時にでも、自由に行き来ができるようになればね、多分ちょっと仕事の関係もありますけど多分年末前にはまた日本に行くようになるかもしれないです。まだ全然決まってないですけれども、まあそういう時にねちょっと何かな地域別って言ったらあれですけど、この部屋空いてるよなんつってね来れる方にお会いしたりできると、できると思いますけど、今回、ね近々だいぶ迫ってますけど、その時日本に行く時は、ぜひね、来られる方はオフ会でお会いできればね本当にいいなと思ってます。楽しみにしてます。引き続きねNN さんにね皆さんに連絡だとか、お願いしてて、感謝しています。皆さんね NN さんの方とのやり取りぜひ続けてください。僕まだね詳細何にも聞かされてないです。なんかそっちの方がよっぽどねエイプリルフールじゃないけどちょっとびっくりなんですけれども、本当にね手間のかかることでなんか数名のね NN さん以外にも皆さんに協力していただいていろいろね計画が進めてもらってます。僕はもうこうつんぽさじきなんですけれども、そんな感じの、今日ねこれ収録してる3月31日です。これから久々のマクドナルド、この前行った時にビッグマックがないとかふざけたこと言われてね、出てきたんですけど今日はねあるといいな。これから買い物に出ます。とりあえず、ここのところ失礼します。まずここでソフトドリンク買ってきます。ペプシをね4つ買ってきます。マクドナルド今日はビッグマックあるだろうな。ママ行きますか？ママ行きます。マルトマ、いや、ビッグマック。 Which one do you prefer? I also have it。今日はビッグマックありました。見せてみよう。あ、ビデオと？うん。No。念願のビッグマックが来ました。マリアはいつものペッパーバーグステーキライス。ロビンソン、お買い物。はい、で今ご覧になっていただいたような感じで、最後ロビンソンで買い物して帰ってきました。マクドナルド良かった、ビッグマックあって。やっぱあれですね、バーガーうまい。なんかあのシャキシャキレタスがねたっぷり入ってるんで、
あの何ボリュームハンバーガー、あのアバニコヨットクラブのハンバーガーよりなんかビッグマックの方が好きかもしれないなと思ったりして、あの肉はね本物の牛肉使ってるし、マクドナルドもあのチーズとねやっぱりレタスですね、シャキシャキレタスが山盛り入ってるっていうので満足して、でロビンソンで、ロビンソンデパートのスーパーマーケットで一通り買い物して、キャッシャーのところにカートをして行ったんですね。そしたら近くのワゴンに、あのなんて言うんでしたっけ、コーンフレークになんかフリーって言ってなんかお菓子がついてるのがあって、マリアがそのお菓子をこうつついててね、このお菓子これはなんだ美味しいんだとかなんととか言って、じゃコーンフレークはいらないからお菓子だけ持ってこいよって言ってね、なんかコーンフレークごと買いたそうだったんで、どうせあんなの買ったって食べないんでね、そんな話をしてたら、これ僕ら当然こう英語で話してるわけで、そしたら僕のねこっちがキャッシャーで、前にね一人の女性がいて、僕がいて、でマリアがカートの後ろにいてって状況で、前にいた女性がねフィリピン人かな、それとも外国人かなんか、バリッとメイクして、多分外国人だろうな、どっから来たのか知らないですけど、でその女性のね買い物僕そのチラッと見てたんですけど、輸入品ばっかり買ってる、あのパスタソースにしてもね、瓶に入ったあのイタリアから輸入してるやつだとか、ワインだとかね、あのお菓子ポテトチップスにしても、こう一袋何100ペソぐらい、100ペソ以上するようなやつがいっぱい入ってて、あ裕福の方なのかななんて思ってたんだけど、どうやらね外国人で、その方がねいきなり振り向いてね僕に話しかけてきたんですね。私ロビンソンカードを忘れちゃったけど、あなた持ってればね私の買い物分スキャンしてあげるって言われて、でマリアの方をふって見たら、マリアうん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 喜んでるんですよ。でマリアのそのロビンソンのポイントカードを渡してね、その女性が今度キャッシャーの番になったら、遠くからねあの英語でなんだけど、その女性を呼ぶ声が聞こえて、僕の後ろの方から、でその女性がああなんて話してて、その男やたらでかい声でね、で近づいてきて、うるせえなこいつと思って振り向いたら、あのボートハウスのねだいぶ前の動画で、登場した下ネタ大好きのスペイン人アイザックってやつ で僕もねふって振り向いたら、アイザックもおおっつってね、やかましいですね、やっぱり声がでかいから、で、まあ、何してんだとか言ってんの、買い物来てるんだって。どうやらその女性は、そのアイザックがフォートバートンでホテルをやってて、そこのお客さんだったのかな、でなんかね知ってるみたいで、常連客だったのかな。で僕とその女性とアイザックの3人でね、僕らそんな大声じゃないですよ、であの下ネタ男は声がでかいんで、でその時はねキャッシャーのちょっと離れたところにマリアがなんか薬を買いに行ってて、そこまでもう声が響き渡るわけです、あの下ネタスペイン人の。でマリアの後ろにいた白人のねおじいちゃん、ちっちゃい男性がなんかこうしかめ面でね、その僕ら話してる方を見てたんですって、やっぱりそのぐらいでかい声で話してたんですね。なんかミオのやつに会いますよね。なんかその女性とね、そのアイザックが去った後で、なんか世界狭いねなんて、いっちゃスモールワールドなんてね、笑ってたんですけど、まあ、そんなこんなで買い物をして、その後でダイソーに行ってね、マリアがねあの長い枕、抱き枕、あれをねこう抱えて寝るんですよ。抱えてってか足の間に挟んでっていうので、それがないと僕の方に足を絡めるんで、僕体がね寝てる時こうくっつくのダメなんですね。だからもう抱き枕がねなんかぺちゃんこになっちゃってて、あれがもう古いから新しいの欲しいって言ってね、くっつかれるのもたまんないんで、分かった分かった、じゃあ買ってやるって言ってダイソーに行ってたんだけど、あの在庫がなくてね今日は買えませんでした。んな感じで今日もね一回りして帰ってきました。で今ね帰ってきてすぐパウの散歩に行って、今こうやって話してます。こんな一日を送ってます。今日はねライブもないんで、これからゆっくりして、ちょっとね今書いてるね小説の続きっていうか、もう一回ね昨日書いた部分とか読み直すとね、一日置いて読むとダメなんですよね。でまた消してっていう作業が始まると思うんだけど、自分の書いたものってね自分が作った文だから、これ可愛いわけですよね。
で書いてすぐの時読んでる時ってもういいじゃんって思うんだけど、1日2日経ってみるとすごく陳腐で、あほんなのダメっつってもうディレートのボタンを押してダーって消しちゃうっていうのも何日続けてんだろうこんなことを。まあでも楽しみながらねやってます。今日もこうやってゆったりとパラワン島で過ごしてます。今工事の音ってこれマイクに入ってるかな。この向かいの家がね、なんか建築がまたね始まったんですよね。半年ぐらい前からやってて、途中止まってて、なんか金がないとかでね、また金ができたのかな、また金がつける部分まで立ててまた中断するんじゃないのかな。まあ、とにかく長いことかかってこっちの家は建てますね。お金が入ったらそのお金で資材を買ってできるとこまでやる、でまたお金ができたらねやるって感じで、もうね最初に建てた鉄筋なんかねもうねサビサビですよ。基礎のとこから出てる鉄筋あれあのまま使うのかな。まあそうでしょうね、まあ、うち連中じゃないからいいんだけど、ちょっとね建築現場すぐ前なんでそれ見ながら、うちだったら嫌だなと思って見てますけれど、はい、こんな一日過ごしてます。今日はこの辺で失礼します。